国道20号との分岐山梨県稲崎市一つ谷交差点国道141号終点付近長野県上田市中央2丁目国道141号は山梨県稲崎市から長野県上田市に至る一般国道である山梨県北都市高根町起点の稲崎市からしばらく国道20号と重複した後 八ヶ岳の東側山麓を北上し、清里、延山といった高原地域を通過する。山梨県内では大部分を須玉川、長野県内では大部分を千曲川に並行する。小室市と上田市の一部区間で国道18号と重複した後、上田市で終点を迎える路線である。江戸時代には、佐久市岩村田から、韮崎市までの区間が、佐久港周海道と呼ばれた。 一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲運転及び経過値は次の通り、道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。国道指定当初は起点が静岡県清水市にあったが、1963年に起点側の清水市から、 新崎市までの区間が一級国道52号として指定されたため、国道141号は残余区間である、新崎市から上田市までの路線となった。薄田、野沢バイパス区間長野県佐久市薄田諏訪国道18号との、重複長野県小室市平国道142号、国道254号との分岐長野県佐久市。 三塚中山道岩村田塾と甲州街道、韮崎塾を結ぶ街道で以下の人伐ぎ立場が置かれた。ありがとうございます。